岡山県三木記念賞の授与式が開かれ、大原美術館の館長高階修司さんと、岡山市出身でスポーツを通じて国の内外で活動する有森裕子さんに賞状などが贈られました。三木記念賞は地域社会の発展に貢献した人に毎年贈られています。高階修司さんは西洋美術研究の第一人者として功績が認められ、2002年に大原美術館の館長に就任。観光拠点としての振興や次世代の美術教育にも尽力し、芸術文化の発展に大きく貢献したことなどが評価されました。私はもう大原美術館ずっと20年間館長させていただいて、その優れた美術作品を守り、なおこれから育てていこうというふうに考えております。また岡山市出身の有森裕子さんは、オリンピックで2大会連続のメダル獲得という快挙を成し遂げたほか、 NPO 法人ハート・オブ・ゴールドの代表理事を務め、スポーツを通じて国の内外で社会貢献活動を続けていることなどが評価されました。岡山マラソンでは第1回からスペシャルアンバサダーも務めています。正直、私がやってきたことというのは、自分一人でできてきたことというのはほとんどなくてですね、このような私を、岡山の市の皆様、そして多くの皆様に、育ててもらえたことをこれから感謝したいと思います。受賞式の後、有森さんは RSK 山陽放送を訪れ祝福を受けました。いろいろ可能性をスポーツはもっと持ってるんだっていうことを教えてもらえるぐらいに、こう支えてきていただいたのが岡山だったので、まあこれからもっと頑張れよと岡山県人として頑張れよという、まあ背中を押されるようなものなんじゃないかなと。三木記念賞は今年で55回目で、受賞者は231人となっています。